秀吉のバテレン追放令。バテレン追放令は、1587年7月24日に、豊臣秀吉が、筑前箱崎において発令した、キリスト教宣教と、南蛮貿易に関する金星文書。バテレンとは、ポルトガル語で、神父の意味のパードレに由来し、英語のファーザーと共に、父親を意味する、陰王祖母に由来する。原本は、 松浦家文書にあり、長崎県平戸市の松浦資料博物館に所蔵されている。通常、バテレン追放令と呼ばれる文書は、この松浦家文書に収められた6月19日付の5、過剰の文書を指すが、1933年に伊勢神宮の神宮文庫から発見された、ご主意に主食古格の中の6月18日付の11、過剰の、 サトシとも呼ばれるのことも含めることがあるので注意が必要である。さらに、後者の11カ条のサトシが発見されて以降、5カ条の追放令との相違点がある理由や2つの文書の意味付けに関して様々な議論が行われている。豊臣秀吉は元来、織田信長の政策を継承し、キリスト教不教を容認していた。 1586年3月16日には、大阪城に、イエズス会宣教師がスパール声量を引見し、同年5月4日には、イエズス会に対して、不況の許可証を発給している。しかし、九州平定後の筑前箱崎に滞在していた、秀吉は、長崎が、イエズス会領となり、要塞化され、キリスト教信者以外の者が奴隷として連れ去られて、 いるとの残言を、天台宗の元僧侶である、施役院全宗から受けたとされる。この時に、天正15年6月18日付格が、施役院全宗と見られる人物によって起草された。この翌日の6月19日ポルトガル側、通称責任者ドミンゴス・モンテーロと声量が、長崎にて秀吉に越見した際に、宣教師の退教と貿易の自由を宣告する文章。 手渡して、キリスト教宣教の制限を表明した。天正15年6月18日付格、キリシタンバテレン追放令の2つの文書がある。天正15年6月18日付格を、偽文書とする遺説もあり、文書が分かれた経緯については、諸説ある。1933年頃に、伊勢神宮の神宮文庫で、写しが発見され、 1939年に発表された文書であるが、成文は発見されておらず、偽書とする見解がある。佐都市下記であるため、仏教勢力を代表して、異教徒であるキリスト教の不教祖師を目指す、聖役員全州の残言をまとめた、非公開の文書である、可能性が検討されている。キリスト教の弾圧を目的として、元僧侶が俗説を列挙した。 宗教的プロパガンダとして、宣教師による仏教等の在来宗教に関しての記述と、同じく中立的な資料と見ることはできず、これまで様々な解釈がなされてきた。右条件否定し筆若い藩の俗いうのは、コツかひところ原嘩者なり、天正15年6月18日主因、天正15年6月18日付格。キリスト教徒であることは、 そのものの思い次第であるべきである。国軍の領地を淵として治めさせているが、その領地内の寺や百姓などたちにその気がなかったのに、大名がキリスト教徒になることを知いるのは、道理が通らずけしからんことだ。大名がその国軍を治めることについて、大名に命じているのは一時的なことなので、大名が交代することはあっても、 百姓兆は交代するものではないので、道理が通らないことは何かしらあることで、大名がけしからんことを言い出せば、その意のままにできてしまう。二百0兆、千0巻以上の大名は、キリスト教徒になるには、秀吉の許可を得ればできることとする。地行地がこれより少ないものは、八州九州などのような宗教上のことだから、その本人の思い次第であってよい。 キリスト教徒については、一行、僧以上に示し合わせることがあると、そう聞いているのだが、一行僧はその国軍を持領を置いて、大名への年貢を納めないだけでなく、科学国をすべてを一行胸にしてしまい、大名の尖志氏を追放し、一行胸の僧侶に納めることを命じ、そればかりかさせ、越前国までも取ろうとし、自転下の障害になっていることは、もう隠しようがない事実だ。 本願寺の僧侶には天馬の地に寺を置くことを許しているが、この寺領のようなものは以前から許したことはない。国軍や領地を持つ大名がその家臣たちをキリスト教徒にさせようとすることは本願寺の宗徒が寺領を置くことよりもありえないことであるから自転車の障害となるのでその常識がわからないようなものには処罰ができることとする。下の身分の者が 思いのままに、キリスト教徒になることについては、八州九州と同じで、問題にならない。中国、南蛮、朝鮮半島に、日本人を売ることは、けしからんことである。そこで、日本では、人の売買を禁止する。牛や馬を売買して食べることは、これもまた、けしからんことである。ことごとく、これらの条文で固く禁止し、 もし違反する連中があれば、すぐに厳罰に処する。以上、天章15年6月18日追放令には、前日の、佐藤氏から、意思の変化を示す文言があり、日付、伝来も同一でないことから人よで、秀吉に、心境の変化があったとする説が提案されている。佐藤氏では重臣たちが出席した、午前会議での施役員全州の残言とみられる。 球団を列挙しているが、六月十八日時点では、宣教師の追放を命じたり、キリスト教を邪教と断じてはいなかった。サト氏にあった、奴隷、人身売買の文言が消えたのは、ガスパール・コエリョの反論によって修正した可能性も、あるが、いずれにせよ家診団の中でも強い影響力のあった、高山右近の卑怯、復獣の拒否によって追放令が発布された説が、 検討されている。追放令では、神国である日本の地でのキリスト教の布教はいかなる条件であっても極事であり、その神国で神社仏閣を打ち破り神徒を持つことは前代未聞の天下のご法度に背く邪法であると断じている。バテレン追放令は神風、人能正党期と並ぶ神国思想、広告主官の宗教的な象徴、 源流とみなされているが、天皇、神社の権威を借用しておらず、主に仏教側の死座から世役院全衆が寄贈したことが伺える。定以上天正15年6月19日主因、キリシタンバテレン追放令日本は、自らの神々によって守られている国であるのに、キリスト教の国から邪法を授けることは、全くもって、けしからんことである。 その土地の人間を教えに近づけて信者にし、自社を壊させるなど聞いたことがない。諸国の大名に領地を治めさせているのは一時的なことである。天下からの法律を守り、様々なことをその通りにすべきなのに、いい加減な態度でそれをしないのはけしからん。キリスト教宣教師はその知恵によって、人々の自由意志に任せて信者にしていると思っていたのに、 前に書いた通り日本の仏法を破っている。日本にキリスト教宣教師を置いておくことはできないので、今日から二十日間で支度して、キリスト教の国に帰りなさい。キリスト教宣教師であるのに、自分は違うと言い張る者がいれば、けしからんことだ。貿易戦は、商売をしに来ているのだから、これとは別のことなので、今後も商売を続けること。今からあとは、 不法を妨げるのでなければ、商人でなくとも、いつでも、キリスト教徒の国から往復するのは、問題ないので、それは許可する。以上天正15年6月19日ただ、この期に乗じて宣教師に危害を加えたものは、処罰すると言い渡している。キリスト教への強制の改修は禁止するもの,の、民衆が個人が、自分の意志で、 キリスト教を信仰することは自由とし、大名が信徒となるのは、秀吉の許可があれば、可能とした。事実上は信仰の自由を保障するものであった。この直後、秀吉は、長崎を、イエズス会から奪還し、天領とする。中心上、キリシタンバテレン追放令のおよそ1ヶ月後の天正15年7月13日、豊臣秀吉は中心上を広大神宮に、 放納している。バテレン御成敗のこと、関白、秀吉主院6月18日のご使命、新領大官をたる駅胸なり、おさむその捧げこれ連書、アマテラス大神宮,宮中心そもそも、ご主因の面向きバテレン御成敗等のこと右ご主因、松室町大、誠も、一点太平司会会楽体系この時、笹川はオグソン、天正15年7月13日、 黒住誠、天皇を中心とする日本の神の国形成と歴史的体験アマテラスコ大神宮と関連づけてバテレン御成敗が宣伝され、新旅大官王と感謝されており、天台衆の元僧侶が主導してはいるが、神仏共同による宗教弾圧であったとする見解もある。追放令本文の起草は秀吉本人ではなく、秀吉の側近で、 主治医でもあった、聖役院全衆とされている。なお、ルイス・フロイス、日本史によれば、全衆の誌である、マナセ・ミチゾウは、この追放令発布以前に、キリスト教に入信し、ベルショールの洗礼名を受けている。日本初の南蛮下界である修道士ルイスであるメダは、アリマ・ハルジュンは領内にあった十字架を倒し、キリスト教徒が、 元の教えに強制改修するように命じたと1564年10月14日付、文語発信の書簡で言及している。1563年11月7日頃には、横瀬浦港にある修道院が焼かれ、ついですぐに、キリシタンの農民たちの家が焼かれたという。こうして、キリスト教と仏教の信者間での対立関係が悪化していたが、日本における、 イエズス会の責任者であるバリニアーノは、自社仏閣の破壊を禁じていた。長崎はもともと小さな寒村に過ぎなかったが、カリオン神父はここには諸領主から迫害されて、信仰を失い前として各地から追放されてきた、様々なキリスト教徒たちによって作られた400以上の家屋からなる集落があると述べている。大村澄忠は、新町長崎と茂木の寄進場を、 天正8年4月27日付で発行、都市の無期限使用権と、治外法権を与える代わりに、港の関税、入港税を永久に確保し、徴収のための役人を常駐させることにした。大村田田のポルトガル戦の誘致、新町長崎とモテギの寄進の打診は1579年秋に、バリニャーノが訪問した際になされていたが、 イエズス会は1580年10月、1582年12月において、論議し申指令を受け入れることを採決した。その理由として、戦争が絶えずある日本で、イエズス会は全資産を長崎に有しているため、安全な土地を持つ必要があること、戦火や迫害により土地を追われたキリシタンのための避難所となること、ポルトガル戦が来航することで、 イエズス会の必要とする必需品がもたらされること、いつでも同地を手放すことができる自由裁量権があること等を挙げている。秀吉がこの追放令を出した理由については諸説ある。キリスト教が拡大し一向一揆のように反乱を起こすことを恐れたため、キリスト教徒が神道、仏教を迫害をしたため、ポルトガル人が 日本人を奴隷として売買していたのをやめさせるため、秀吉が有馬の女性を連れてくるように命令した際、女性たちがキリシタンであることを理由に拒否したため、豊臣秀吉によって1586年5月4日、イエズスカイに対して、不協許可証が発布されたことに、危機感を覚えた、仏教等の在来宗教勢力による、宗教弾圧の要望を受け入れたため、 ポルトガルとイエズス会による侵略を防ぐため。1については、イエズス会宣教師、ルイス・フロイスによると、秀吉の言い分は、かつて、織田信長を苦しめた一向一揆は、その構成員のほとんどが身分の低いものだったが、キリスト教は大名にまで広まっているため、もしキリシタンたちが放棄すれば悠々しき事態になるという、ものである。秀吉が、 このような考えを持つに至った直接的なきっかけは、九州征伐に向かった、秀吉の目の前で、当時の日本イエズス会巡管区長でもあった、ガスパール・コエリョが、スペイン艦隊が、自分の指揮下にあるごとく誇示したことだとも見られている。同時期に、イエズス会東インド管区巡察士として、日本に来ていたアレッサンドロ・バリニアーノは、コエリョの軽率な行動を厳しく非難しており、 コエリオの行動に問題があったことは確かなようである。キリスト教の拡大については、6月18日の11、過剰の、サトシでは、キリシタンも、8州9州と規定して、大政下の宗教とみなしていたが、翌19日の、追放令ではこれを覆すかのように、邪法を授けるものとして、キリスト教を厳しく規定し直している。2、のキリシタンによる、神道、 仏教への迫害については、九州において、領民を強制的に、キリスト教に改修させたり、神社仏閣を破壊するなどといったことが、有馬市や大村市などで行われていた。秀吉は小エリに、なぜ神仏の寺院を破壊し、その像を焼くのかと質問しているが、小エリは、キリシタンたちは、我らの教えを聞き、真理を知り、新たに信ずるキリシタンの教え以外には、 救いがないことを悟った。彼らは、神仏は自分たちの救済にも、現世の利益にも役立たぬので、自ら決断し、それら神仏の像を時として破壊したり来滅ぼしたので、ある、と回答している。3の人身売買説に関しては、十一過剰の佐氏に、日本人を南蛮に売り渡すことを禁止する一文がある一方、翌日の追放令には、 そのような文言は見当たらない。秀吉は1587年の九州征伐の際、九州を中心として奴隷貿易が行われていたことについて、当時のイエズス会の不況責任者であった小江亮を呼び質問すると、ほぼ同時期にバテレン追放令を発布している。ただし、1537年に発令された強行直書、スブリミスデウスは、 教徒をを奴隷ととすることを禁じイエズス会は日本人を奴隷として売買することを禁止するようにポルトガルに呼びかけていたことポルトガル国王セバスティアン一世は大規模になった奴隷交易がカトリック教会への改修に悪影響を及ぼすことを懸念して1571年に日本人の奴隷交易の中止を命令したことについて秀吉が知っていたかどうかについては不明である点には 留意が必要である。デサンデテン権王施設機では、同国民を売ろうとする日本の文化、宗教の道徳的大敗に対して批判が行われている。日本人には、欲信と金銭の執着が甚だしく、そのため互いに身を売るようなことをして、日本の名に、極めて醜い汚れを被せているのを、ポルトガル人やヨーロッパ人は皆、不思議に思っているのである。 デサンデ1590転承権王施設機、新異国総書後、伊豆井久之助太協約を末堂、書店19、1969P232 から235デサンデ転承権王施設機は、ポルトガル国王による奴隷売買禁止の直令後も、人目を忍んで奴隷の強引な売り込みが、日本人の奴隷商人から行われたとしている。また、 会のパドレ方についてだが、あの方々がこういう売買に対して本心からどれほど反対していられるかをあなた方にも知っていただくためには、この方々が百歩苦心して、ポルトガルから直上をいただかれる運びになったが、それによれば、日本にトライする商人が、日本人を奴隷として買うことを厳罰をもって禁じてあることを知ってもらいたい。しかしこのお触ればかり厳重だからとて何になろう。 日本人は至って強欲であって、兄弟、縁者、法友、あるいはまたその他の者たちをも、暴力や危険を用いてかどわかし、こっそりと人目を忍んで、ポルトガル人の船へ連れ込み、ポルトガル人を愛がなり、値段の安いことで奴隷の買い入れに誘うのだ。ポルトガル人はこれを、もっけの幸いな口実として、法律を破る罪を知りながら、自分たちには一種の暴力が、 日本人の必要な単眼によって加えられたのだと主張して自分の犯した罪を隠すのである。だが、ポルトガル人は日本人を悪くは扱っていない。というのは、これらの売られた者たちはキリスト教の教義を教えられるばかりか、ポルトガルではさながら自由人のような待遇を受けて年頃至極に扱われ、そして数年もすれば自由の身となって解放されるからである。 デサンデ1590転承権王施設記、新異国総書後、伊豆井久之助た協約を松堂、書店、1969、P232 から235、デサンデ転承権王施設記は、日本に、帰国前の知事はミゲルと日本にいたいとこの、対話録として著述されており、物理的に接触が不可能な両者の対話を歴史的な、史実と見ることはできず、 フィクションとして捉えられてきた。剣王子設機は虚構だとしても、豊臣政権とポルトガルの二国間の認識の落差が、うかがえる。バテレン追放令後の1589年には、日本初の遊郭ともされる、京都の柳原遊郭が、豊臣秀吉によって開かれたが、遊郭は世間などによる人身売買の温床となり、江戸幕府が豊臣秀吉の遊郭を拡大して、 当人屋敷への遊女の出入り許可を与えた丸山遊郭を島原の乱後の1639年頃に作ったことでそれが遠域さんの語源ともなっている秀吉が遊郭を作ったことで貧農の家庭の親権者などから女性を海遊郭などに売る身売りの仲介をする世源が年期奉行の全借金前渡しの証文を作り性的サービスの提供を 本人の意思に関係なく、教養が横行した。日本人女性の人身売買は、ポルトガル商人や和光に限らず、19世紀から20世紀初頭に、かけても、黄色い奴隷売買、遠域さんとして知られるほど活発であり、宣教師が指摘した、日本人が同国人を性的奴隷として売る、商行為は近代まで続いた。4の女性問題で、 秀吉が激怒したというのは、正確には、女を連れて行こうとした、世役員全州が怒って、秀吉にキリシタンを残言したというものであり、秀吉が、女スナドリを邪魔されて怒ったというのは誤りである。よってこれが理由ということは考えられないとの説があるが、女スナドリが、世役員全州個人の思考である場合、宣教師から秀吉に告げ口される前に世役員全、 衆が先を制して噂、憶測等を元にした残装したとも考えられる。キリシタンの女を連れて行こうとした、聖役院全衆が命令への不服従に起こり、秀吉に、キリシタンの女が命に逆らったと残装して、秀吉が激怒したのであれば、矛盾はなくなる。五は、自身も、仏教徒である秀吉が、元僧侶である、聖役院全衆や、 大村祐野れの残言を受け入れたことを前提とし、秀吉側近だった、施役院全州党が、九州で、一定の信者数を持ち、前年に不協許可まで受けたキリスト教に対する、危機感を主要な動機とした、宗教戦争との見解である。必ずしも新国、広告士官に沿った魔女狩り、宗教弾圧であったとする俗説と対立するわけでは、ない。豊臣政権から、 徳川幕府に移行してからも、仏僧である、維新数伝が、キリスト教団圧において主導的役割を果たしている。一方で、キリスト教の禁止を働きかけたのを、神道側とする見解もあり、その直接的なきっかけが、伊勢神宮がある、伊勢国南部を与えられていた、ガモウ里が、キリスト教の洗礼を受けたことに、伊勢神宮や神宮と、密接な朝廷が、 危機感を覚えたとする,ものである6のポルトガルやスペインによる植民地化を懸念した陰謀論については大航海時代のポルトガルはゴアマラッカ、マカオ等の独立した港湾都市小規模の貿易拠点、居留地を手に入れる一方ですでに文明が発達していたインド、中国等のアジア諸国の植民地化には成功していないゴア。 マラッカ等の港湾都市の領有と要塞化は、法制度が異なり財産権が十分に保障されない、国との更新量貿易を行うために、不可欠な環境整備であり、ヨーロッパの小国だったポルトガルが最優先すべき、目標は、安全な貿易路の確保、ポルトガル人の資産保全、更新量貿易の独占であって、大規模な軍事紛争を伴う、内陸部の植民地化ではなかった。 イエズス会の布教を支援したポルトガルと対比するかのようにキリスト教の布教を重視しなかったオランダやイギリスがアジアで植民地を増やしていった。フランシスコ会の宣教師が米大陸に上陸したのはコルテスによる1522年のメキシコ征服の翌年の1523年であり侵略が完了した後に布教をしているため フランシスコ会の宣教師が侵略を支援した事実はなく、また布教活動が侵略に重要な役割を果たした事実はない。米先住民に対するフランシスコ会の布教については、スペイン人の支配者に対する反乱につながる可能性が懸念されており、当初は否定的に受け止められていた。 イエズス会が新大陸での布教を始めたのは1570年以降だったが、1500年のペドロ・アルバレス・カブラル、率いる艦隊がブラジルに上陸してから70年、経過した後のことである。宗教を絡めない、イギリス、オランダ等によるアジアの植民地化の成功、コルテスによるアメリカ征服が宗教の介入なく、軍事的になされたことからも、キリスト教の布教から、 文明の発達した国家の征服に乗り出すという、想像上の政策の実現性は低く、または、そのような政策が実際に存在したかについても、見解は分かれている。1591年から1593年に、秀吉は、フィリピン総督に服従を迫っており、豊臣政権は、アジアにおける、ポルトガル、スペインの脆弱な戦力を把握していたと見られる。 追放令でもポルトガル、スペインを軍事的脅威とはみなしてはいない。1587年の禁令を受けた、イエズス会宣教師たちは、平戸に集結して、以後公然の布教活動を控えた。南蛮貿易のもたらす実利を重視した秀吉は、京都にあった教会を破却、長崎の交換と、教会堂を接収してはいるが、キリスト教そのものへの、 それ以上の強硬な近況は行っていない。追放令を命じた党の秀吉は直令を無視し、イエズスカイ宣教師を通訳やポルトガル商人との貿易の中間役として徴用していた。1590年、ガスパール・コエリョと対照的に秀吉の信任を得られたアレッサンド・ロバリニャーノは二度目の来日を許されたが、秀吉が自らの追放令に反して、 ロザリオとポルトガル服を着用し、樹落大の黄金のホールでぶらついていたと記述している。スペイン国王フェリペ2世は1586年には、領土の急激な拡大によって起きた慢性的な兵の不足、莫大な負債等によって新たな領土の拡大に否定的になっており、領土防衛策に早くから舵を切っていた。私には、 より多くの王国や国家を手に入れようとする野心に、かられる理由はありません。私たちの主は、その善意によって、私が満足するほど、これらすべてのものを与えてくださっています。1586年、スペイン国王フェリペ2世秀吉が民と朝鮮の、征服を試みるのと、並行して、1591年に、原田孫七郎は、 フィリピンの守りが手薄で征服が良いと、上層、1592年5月31日に、入港と復従を勧告する秀吉からの国章、フィリピン総督に渡し、1593年には、原田清右衛門もフィリピン征服、軍事的占領を働きかけ、秀吉もフィリピン総督が復従せねば征伐すると、戦線布告とも取れる、意思表明をしていたが、 フィリピン占領計画が実施されることはなかった。1593年、フィリピン総督の施設として、フランシスコ会宣教師のペドロ・バプチスタが平戸に来着し、非前名古屋城で豊臣秀吉に越見豊臣秀寺の配慮で、前田玄儀に命じて、京都の南蛮寺の跡地に修道院が建設されることになった。翌年には、マニラから、 新たに3名の宣教師が来て、京阪地方での布教活動を活発化させ、信徒を1万人増やした。前田修母や織田秀信、寺沢広田から大名クラスもこの頃に洗礼を受けた。秀吉がキリスト教に対して態度を降下させるのは、サンフェリペ号事件以後のことであるが、事件を発端とした弾圧からは、イエズス会が除外されており、 追放令は空文化していた。日本において、キリスト教が、実質的に禁じられるのは、徳川家康の命による1614年の、キリスト教禁止令以降のことになるが、家康の禁教令は、臨在宗の層で、黒子の最小の異名を持つ維新数伝によって、寄贈された。言い回しなどは、基本的な部分において、施役員全州が寄贈した。 バテレン追放令に習っている。徳川家康は、長崎と京都にあった、教会等の宗教施設を破壊、キリスト教徒は、日本各地に散らばることになるが、弾圧は徹底されなかった。維新数年が関与した、C 事件では仏教を介して幕府が天皇よりも上に、立つことを公に示すことになった。徳川秀忠は、現那2年に、二項制限令。 元魔5年に改めて禁教令を出し、キリスト教の本格的な宗教弾圧と、キリスト教徒に対して仏教への強制改修が行われた。キリスト教に、好意的で弾圧に乗り切れなかった京都諸次第の、板倉勝重に対して秀忠は、キリスト教徒の火炙りを直々に命じ、元魔5年10月6日、京都六条河原野で52名が処刑される。 この五十二名には四人の子供が含まれ、さらに妊婦も一人いた。現魔八年には、計五十五名を、長崎西坂に置いて処刑、中には三歳、四歳、五歳、七歳、十二歳の子供が、含まれていた。島原の乱の後、官営十七年に、幕府は、宗門改め役を設置、寺受け制度によって、宗教弾圧は強化されたが、その余波として、 神式の葬儀である、新葬祭は禁じられ物式が強制されるなど、信仰の自由が制限、統制され宗教界全体に影響が及んだ。寺受け制度は、邪宗門の発見を目的とした、宗教迫害制度であり、キリスト教だけでなく、日蓮宗不受不世派にも狙いを定め受不世派か、天台宗への強制改修、または刑罰を選ばさせた。宗教弾圧は、 民間宗教、信仰宗教にまで及んだ。寺は、寺受け消門の発行を拒否することで、檀家を宗門人別改め庁から削除し無宿や、否認に落とせる強力な権限を背景に、檀家に対して、経済的負担を強いることができた。ありがとうございます。